鍋島灯台は、香川県坂出市の鍋島に立つ石像の灯台。瀬戸内海国立公園にあり、諸悪諸島に属する鍋島は、本州四国連絡橋の中間点にある吉島の南側から繋がれた島で、灯台からは、北尾山瀬戸大橋を望むことができる。日本の灯台の父と呼ばれるリチャード・ヘンリー・ブラントンの設計により築造された。この灯台は、 歴史的文化財的価値が高い A ランクの保存灯台である。四国村にある旧鍋島灯台対足所灯台と同じブラントンの設計による1873年、春光、石像の対足所、倉庫、水槽、人形が1998年に四国村へ移築保存されている。2000年四国村鍋島灯台対足所として、 国の登録有形文化財に登録されている。通常は非公開である鍋島灯台だが桜時期の4月に一般公開される。灯台前広場への垂れ桜植樹計画を香川県観光協会が2005年に発表し、翌年の開花時期となる4月には桜の花と共に鍋島灯台を高松海上保安部が一般公開した。2013年には 瀬戸大京いただきとともに、瀬戸大橋スカイブリッジツアーと鍋島灯台とするイベントが11月3日に開催され、鍋島灯台も一般公開された。ありがとうございます。